レッドマンはアメリカニュージャージー州ニューアーク出身のラッパー、俳優。身長185センチメートル。MC 名の由来は幼少期、雪合戦で雪玉を顔面に受け顔が真っ赤になったことから、レッドマンと呼ばれるようになったとインタビューで語っている。EP ムーディー率いるヒットスクワッドのメンバーとして、EP ムーディーのサードアルバムに収録の楽曲、 ハードコアにて、レコードデビュー。その個性的な声とラップスタイルで一躍注目を浴びる。EP ムーディー、ヘッドバンガーへの参加を経て、デフジャムより、ファーストアルバム、What?G アルバムをリリース。アルバムデビュー当時から、レジーノーブル名義で、セルフプロデュースも行う。以降7枚のソロアルバムをリリースしており、このうち3枚が、ゴールドディスクとなり、ドック。 エスダーネーム2000とマルプラクティスがプラチナアルバムとなっている。EP ムーディの解散によりエリック・サーモンが新たに旗上げしたクルー・デフ・スクワッドの一員としてクルーアルバムにも参加した。映画チャイルドプレイ。チャッキーの種で本人役として出演している。本人は熱烈なチャッキーファンである。本人曰く 本人の歌の歌詞にもチャッキーを取り入れたことがあるという。オフスプリングのオリジナルプランクスターの PV に出演している。名優であるメソッドマンとは94年リリースのクラシックシングルハウハイ以降、メソッドマンレッドマン名義で2枚のアルバムをリリースし、2人が主演の映画ハウハイも制作されるなど関係が深い。スタジオアルバムコラボレーションアルバム。 ありがとうございます。